はい、おはようございます。どうかな、これ見えるかな。ですね、まあ、もうこういう動画はね、撮らないと思ってたんですよ。まあ、とりあえずね、こういうことです。今日は2016年6月7日。いいんだな、朝6時になってしまいました。もうまあちょっと昨日 NBA とか見てたんでね、そんなにあれなんですけど、まあこれに向けてね梱包してました。うちのフロンティアはね、6月8日が実際のね、まあ、いわゆる誕生日ってやつなんですね。だからもう明日ですよね。今日が火曜日で、明日水曜日、木曜日、金曜日、あと3日経ってんのかな、合ってるよな。一応今回ね、金曜日のね2時からっていうちょっとね変則的な、スタートになります。というのもね、これシートあるかな、これももクロちゃんのポスターが見えなかったな。まあいいか。中高一ね、月に何回かやってるんですけど、まあとりあえず中古がですね、もう売るものがなくなってしまってね、まあ月に1回になるということなんですけど、まあそれは別として、まあ中古市会場っていうのは、まあいつも私ABS 売ってる、とこなんですけどね、ここで今、まあこの場所なんですけど、今ね、まあ、ここで中古市やるついでっていうと変だな、まあそこと同じ場所で、まあ創業祭っぽくちょっとまあやってみようかと。ですんで、まあちょっと何つうんでしょう、プチ創業祭みたいな形に今年はなるんではないかと思います。まあね、商品もねそんなにないんですよね。でで、あと何つってもね、駐車場今までね、9時とかやってた、いわゆるガレージ9時なんつったってね、まあ、ガレージ9時、これね、ガレージ大って言ったのはね、実はあれなんですよ、クラッシュっていうねバンドがいたんですけど、パンクバンド、これね、名前なんつったかな、タイトル忘れちゃったな、まあ、とにかくガレージっていうのは結構なんかね出てくるんですよね。まあ、それは置いといて、であそこがですね、まあトルーパーズさんがですね、ビルを建てるということ、フロンティアさんも使えなくなってしまったということになりますね。まあもうこの後どうなるのか分かんないんですけどね。だまあとにかく今工事中なんですよ。でですんで、まあ9時とかがちょっとできないと。でちょっとね、ありがたいことにね、なんかうちで9時とかやるってなると、ものすごい多くのお客さんがですね来てくださると。となるとね、ちょっとここでね、一回やったことあるんですよ、ここで9時。もうね、大パニックになっちゃってね、まだでも、あの頃でパニックになっちゃってたから、ちょっと今の規模だとちょっと無理だなということで、9時もないし、まあ、特化品つってもね、なんか変わり映えものしないしね、まあ、ちょっと在庫あるやつ、またさらに処分価格みたいな感じでちょっとね売ろうかと思ってます。でまあ数にも限りがあるんで、まあなくなっちゃうかもしれないんですけど、まあいくらかはあるんで大丈夫だと思うんですけどね。一応金曜日の2時から、始まる予定になってます。で土曜日日曜日と、で日曜日の7時ぐらいで終わると思うんですよね。まあちょっとそこまで在庫持てばいいんですけど、持てばっていうかね、自分としてはもうさっさとなくなってもらいたいんですけど、まあなくなり次第終了ということになってしまいますね。まあそんな感じでちょっといい加減な感じですが、まあこういうのもいいかなと思っております。目がねシャバシャバしてきましたね、さすがにね。ということで、まあまた明日ちょっと簡単になんかこんな感じで撮ろうかなと思ってます。まあ、といったところです。
ですんで、まあちょっとここのところ、またハードワークが続く毎日かなというところですね。以上です。ですんで、まあ本当今年も創業祭やりますんでよろしくお願いします。とともにですね、なんだかんだ言って25年ですよ。いやよく思ったもんだなと本当思いますね。まあ25年前の今頃っていうのもまたバタバタしてたんだと思うんですけど、まさかね、まあ、まんべんなんつうんでしょうか、まあ、なんとなくすらどのぐらい店やって持つのかなというところでしたけど、とりあえずね、おかげさまでなんとか順調にここまでね来てまして、まあ、この先どうなんでしょうかね。とりあえずいわゆる一つの通過点ということで、まあ、25年どうなんでしょう、折り返しということになるでしょうか。50周年とかできるんでしょうかね。まあ、一応私平成生まれなんで25年となると、まあ、50ぐらいということになるわけですね。そこまで元気でいたらいいなと思います。まあちょっとなんかあんまり覇気のない感じですけどごめんなさい、ちょっと眠いです、まあ、ということでね、これからまた頑張って準備始めたいと思います。とりあえず今日はね、あとちょっと寝ようかなと思ってます。ですので、一つ、今週の金土日やってますんで、つってもね、本当申し訳ないですけど、私ね、金曜日まではいるんですけど、土曜日からね、土曜日とか今金曜の夜出ちゃうと思うんですけど、大阪のね、ちょっと APS の公式記録会っていうのがあって、そこに機材運ばなきゃなんないんですね。ですので、ちょっとこの大事な創業祭の時にいないというね、いいのかなと思うんですけど、申し訳ない。まあ、準備だけは万全として、出かけようと思っております。とりあえずそんなところです。まあ、こんな動画ですけど、最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、この準備で髪がね、どんどん抜けていくと思うんですよね。ひでえな、これ。それでは。